なりたいチャンネルです。新しく様々な自然音も始めました。そちらもよろしくお願いします。雲ですが、何か、B1、魔王の側近は会議でため息を吐く、前に、そして戦争は始まった、朗読を始めます。雲ですが、何か、B1、魔王の側近は会議でため息を吐く。長い廊下を歩く。俺の斜め前には小柄な背中。俺よりも頭二つ分ほど低い。そのせいで歩く速度は俺に比べるとかなり遅い。おかげで俺は普段よりもゆっくりとした動きをしなければならない。難儀だが、だからといって追い抜かすわけにもいかない。なぜなら、目の前を歩く少女こそ、今代の魔王なのだから。長い廊下を時間をかけて進み、たどり着いたのは一つの扉の前。そこで魔王様は歩みを止める。正直に言うと、この扉を開けたくはない。開けたくはないが、開けないわけにもいかない。俺は思わず漏れそうになるため息をぐっと飲み込み、扉を開け放つ。そして、魔王様に道を譲り、うやうやしく頭をしだれる。魔王様はそれが当たり前であるかのように、俺に一別もくれずに室内に踏み込んでいった。魔王様が室内に入っていったのを確認し、俺もその後に続く。音が鳴らないようにそっと扉を閉める。振り返った室内は、いわゆる会議室だった。魔王様が座るべき上座の席を中心に、円形のテーブルが部屋の中心にある。その円形のテーブルには、合わせて10人の男女がすでに席についていた。魔王様の入室に合わせて起立したのはその中の半数。残り半数はそのまま席に座っている。問題は、その席に座ったままの奴らの中に、我が弟も含まれていることだ。また出走になるため息を喉の奥に押し戻す。魔王様の椅子を引き、着席を促す。やはり魔王様は俺に一別をくれることもなく、優雅さのかけらもない無造作な仕草でどかりと椅子に座った。居並んだ面々の何人かが顔をしかめるのを俺は見逃さない。多分魔王様も見逃していないだろう。その反応を見て楽しんでいるのだから当然だ。悪趣味だと思うが、ここで俺まで表情に出すと後で何を言われるかわからない。ポーカーフェイスを貫くのがこの魔王様に対しては一番有効なのだ。それでは、会議を始める。バルト。は。魔王様の開催の合図。それに短く答える俺。はっきり言うと、この開催の合図を出し終わった時点で、魔王様の出る幕はなくなる。会議の進行も、実務もすべて俺が進めているのだから。正しくは、俺に押し付けている。だが。では、まず各方面の報告から聞こう。第一軍から順に報告を。この会議のいつもの流れで、それぞれ各地に展開されている軍の活動報告を聞く。俺の言葉に席を立ったのは、先々代の魔王の頃から将軍を務めるという、アーグナー第一軍団長。アーグナー殿は人間から見れば若々しく見えるだろうが、その実長命の魔族の中でも長く生きる古参のお方だ。なぜこの方が魔王を務めていないのか不思議になるほどの実力と器を持った方だ。第一軍はレング山と帝国の正面、クソリオン砦への進行準備が整いました。兵站も配備が完了しましたので、お声がかかればいつでも進軍可能です。以上となります。余計な報告を挟まず、端的に済ませるアーグナー殿。質実剛健なその気性が垣間見えるようだ。第2軍も同様です。ですが、もう少しお時間をいただければ、裏工作が実を結ぶかもしれません。アーグナー殿の次に席を立ったのは、妖艶な美女だ。第2軍団長さんアナトリア。彼女は魔族の中でも色化を武器にするサキュバス族だ。裏工作とは、おそらくその手の類のものだろう。どれだけの時間がかかる。早ければ3日中にでも。進軍に支障がなければ進めてよし。ありがとうございます。思わずドキリとさせられそうになる塩美な微笑を浮かべ、さあアナトリアは席に着く。しかし、さあアナトリアが席に着いても、次の第3軍団長はなかなか腰を上げない。古豪第3軍団長。あう、やっぱり、戦争になるだか？俺の呼びかけに、巨体の小豪がその体を縮めるようにしていった。どうしても、戦争は避けられないだか？避けられんな。避けられるならそうしている。あう、どうしてもか。なおも言い募る小豪に、俺がくどいと答えようとしたとき、それを遮るように違う言葉が室内に響き渡った。どうしてもだ。しかし小豪第3軍団長、君がどうしても戦争を避けたいというのであれば、方法がないこともないぞ。魔王様だ。その顔には残酷ないたずらを思いついたかのような、意地の悪い笑みが張り付いている。なんだか、簡単なことだよ。第3軍全員で世界の礎になればいい。魔王様の言葉に小豪が固まる。どうした？それで戦争は回避できるぞ。すんません。もう言わないだす。だから、勘弁してくだせえ。小豪、これに懲りたら余計な口を出さないことだ。報告はあるか？魔王様がなおも小豪を追い詰めようと口を開く前に、俺はすかさず割って入る。すべて順調だす。よろしい。次。魔王様は少し不満げな表情をしているが、これでいい。第4軍、第5軍、第6軍と問題なく報告が済んでいく。次の第7軍団長の番になる。しかし、その第7軍団長、俺の弟でもあるブローは一向に席を立つ気配がなかった。ブロー。兄貴、やっぱり俺は納得いかねえ。腕を組み、ふんぞり返りながらブローは苦々しく告げる。なんで今まで魔族を取りまとめて仕切ってきた兄貴じゃなく、そこのポットでの女が魔王なんだ。おかしいだろうが。ブロー。兄貴も兄貴だ。どうしてそんな女に貸し付いてやがる。そいつに兄貴が忠誠を誓うような器があるようには見えねえ。貴様、魔王様に対して無礼にも程があるぞ。溜まった鬱憤を吐き出すブローに、激高したのは第5軍団長のダラドだ。ブローとダラドは性格が合わないのか、たびたびこうして激突する。その度に周りが止めに入るのだが、今回は誰も止めようとしない。ブローに同調する者、ダラドに同調する者、静観を決め込む者。軍団長の反応はそんなところだった。ただ、心情はどうあれ、この場は皆静観を決め込むつもりのようだ。ブロー、誰が魔王でも我ら魔族は魔王様に付き従うのが世界の摂理、それを忘れたか。知るかよそんなもん、あの女がそんな玉か、俺はあいつが何かしているところすら見たことねえぞ。我らごときが魔王様のお考えを疑うことなど許されると思うか。魔王様には我らには想像もできぬような深淵なるお考えがあるのだ。そういうのは思考することを放棄してるって言うんだよ。魔王の命令だからって理由で何でもはいはい言えるわけねえだろうが、てめえで考えることもできないバカが、俺に意見してんじゃねえよ。貴様、言うにこと書いて我のことをバカだと？激しく攻撃を交わし合う二人に挟まれて、第6軍団長のヒューイがその動画を迷惑そうに歪める。その他の軍団長は成り行きを見守っている。中でも、第4軍団長はその思考が俺でも読めない。第4軍団長メラゾフィスは、表情の抜け落ちた青白い顔で微動だにしない。この男は癖者揃いの軍団長の中でも特によくわからない存在だ。その動向には注意しているが、今のところ怪しい動きはない。上等だ。ついにブローが獲物に手をかける。釣られてダラドも獲物に手を伸ばすが、その手が獲物に届くことはなかった。体が動かぬ。二人の体が本人の意思を無視して静止していた。悪いんだけどさ、くだらないことで喧嘩しないでくんない。まさにその喧嘩の原因である魔王様の辛辣な言葉。驚愕が室内を支配する。それは動きを封じられた二人だけではなかった。彼らは魔王様がどうやって二人の動きを封じたのか、それがわからないのだ。それも無理はない。魔王様は今まで極力自分の力を見せなかった。今二人の動きを止めているのは目に見えないほどの細さの糸だ。その糸が二人の首の後ろに伸びている。マリオネットの糸。この糸に囚われた者は魔王様の操り人形と化す。それは生きている者に限らない。俺が知る限り、魔王様はこの糸で、戦闘用に開発された人形10体を同時に操り、敵を殲滅することができる。ただ、俺も知っているのはそこまでだ。魔王様はまだ俺にも奥の手を見せていない。魔王様はブローが言うような無能ではない。魔王は魔王であるがゆえに魔王なのではない。魔王は魔王たり得るからこそ魔王なのだ。あんまりくだらないようだと、私が直々に殺すよ。壮絶な笑み。それを見て、この場で魔王様に逆らおうという者はいなかった。マリオネットの糸が引かれる。それだけで二人は強制的に席に座らさせられる。同時に糸は二人から離れ、そこでようやく体の自由が戻る。申し訳ございません。ダラドが顔を青ざめさせて謝罪を口にするのに対して、ブローは何も言うことができない。では第8軍の報告を。兄としてはひどいかもしれないが、ふぬけた弟はそのまま放置する。何も問題ないよ。第8軍団長ラースは言葉単にそう告げるだけだった。この男はあまり魔王がどうのと言ったことに興味を示さない。代わりに別のことで色々と問題があるのだが、この場では特にそれは関係がないので大丈夫だろう。問題は残りの2人だ。第9軍も問題なく進軍可能だ。その男は一言で言えば黒い。まるで体と一体になったかのような黒い甲冑。わずかに顔に見える浅黒い肌。髪も黒い。ただ一点、目だけは異様なほど赤い。その男は名前さえわからない。ただ、黒と呼ばれる。第10軍、問題なし。そして、その黒の男の隣に座る少女は真逆の白。着ているローブは純白。さらされた肌も異様なほど白い。三つ編みにされた長い髪も白い。目を閉じているため、すべての色が白だった。この女も、名前さえわからない。ただ、白と呼ばれる。魔王様が魔族軍の幹部に加えた二人。その素性はわからない。わからないが、想像はできる。この二人、おそらくは支配者だ。この世界を裏から操ると言われる、支配者。そのうちの二人なのだ。魔王様がどうやってそんな二人を配下に加えたのか、俺には知る由もない。ただ、その圧倒的なまでの不気味さに、どうしても警戒心が湧く。順調だね。ご機嫌そうにうなずく魔王様。じゃあ、戦争を始めようか。そして、その言葉で、魔と人の、最悪とも言える大戦争が、静かに幕を開けた。俺はその事実に、ひっそりと、ため息を漏らしたのだった。Y に、そして戦争は始まった。魔族軍に動きあり。僕がその報告を耳にしたのは、つい今朝のことだ。魔族領に潜入していた密偵からもたらされた報告だ。ついに来ましたか。そうだね。来ない方が僕としては良かったんだけど。ユリウス、そういうわけにもいかねえだろう。お前が戦いを好まないのはよく知ってるが、人族と魔族は宿敵同士、いつかこうなることは分かってただろう。そっすな。先代の勇者様が亡くなってから魔族も活発になってましたし、Y はむしろよく持った方だって思いやすがね。聖女のヤーナ、元冒険者のジスカン、元盗賊で今は改心したホーキン。仲間たちが言うように、先代勇者様が亡くなってから今まで魔族は活発に活動していた。それが大規模な戦争に発展することもなく、今まで小競り合いだけで済んでいたのは、むしろよく盛った方なのかもしれない。それで、魔族軍はいつ頃ここに。コン・ハイリンスが確認に行っています。もうそろそろ、戻ってきましたね。ヤーナの言葉に振り向けば、そこには小さい頃から付き合いのある幼馴染にして、クオーと公爵家の次男であるハイリンスがこちらに向かって歩いてきているところだった。ハイリンス、どうだって。進軍速度からして、明日にはこの砦に到達すると予測されてる。そうか、いよいよか。戦争。僕は勇者になってからというもの、日々戦いの中で生きてきた。けど、今回ほどの規模の戦いは初の経験だ。それは何も僕だけじゃない。先代勇者様の時代は大規模な戦争がなかった。だから、ここまでの規模の戦争を知るのは、今はもうほとんど生き残っていない、先々代の勇者様を知る世代となる。その世代になると、長命な種族でもない限り、ほとんどの方が戦うこともできないご老体だろう。つまり、この戦争に参加する人族は、皆ここまでの大規模な戦争を体験したことがないことになる。対する魔族は人間よりも長命だ。中には先々代勇者様と同じ世代か、さらに古い世代の魔族がいてもおかしくない。その経験の差がどう出るか。それに、単純な戦闘能力も魔族は高い。人族よりも優れた身体能力に、人族よりも優れた魔力。そして、人族と変わりない知性。ステータスの劣る人族が、ステータスの高い魔物相手に戦えるのは、スキルの力と知恵の力が大きい。けれど、魔族にそれは通用しない。なぜなら、魔族も人族と同じスキル、知恵を使いこなすのだから。正直に言うと、怖い。けど、勇者である僕が不安を表に出すことは許されない。人族の希望である僕が、そんなことじゃ、みんなまで不安に思ってしまうだろうから。僕は不安を隠すように、首に巻いたマフラーを軽く握る。前から気になっていましたけど、その首巻きは何ですか？暑い時でもしていますよね。これかい、これは、母様の形見なんだ。真っ白い、何の飾り気もない首巻き。これは、母様がシュンを産んで亡くなる前に、僕に編んでくれたものなんだ。母様はシュンを産んですぐ、体調を崩してそのまま亡くなってしまった。折しも魔族が活発化し、僕が勇者となった時と重なるようにして、父上は母様を失った悲しみを背負いながら、それでも国王として忙しく働いていた。そのせいでシュンとスーとは疎遠になってしまった。時間が経てばきっと親子として普通に接することができるようになると信じているけど、今は二人とも学園に通っているはずだ。卒業するまでは父上には我慢してもらうしかない。あの二人が学園を卒業したら、きっとすごいことになっているに違いない。そうでしたか。ヤーナが言葉に詰まったようになる。しまったな。余計なことを聞いたとでも思ったかもしれない。ヤーナ、気にすることはないよ。もう吹っ切れたからね。ですか。そう。気にする必要なんかないぜ。むしろマザコンが、って言ってやるくらいでちょうどいいんだよ。ハイリンス、それはさすがに言い過ぎじゃないかい。ハイリンスのおどけた口調に笑って返す。周りからクスクスという笑い声が聞こえた。これでいい。勇者の周りに暗い雰囲気は似合わない。フォローしてくれたハイリンスに感謝だ。やっぱり、持つべきものは良き理解者たる友だ。この首巻き、なんでできてるか知ってるか？ハイリンスがヤーナに尋ねる。ああ、それは教えない方がいいんじゃないかな。普通の布ではなさそうですね。これだけ毎日つけているのに傷の一つもありませんし。そう。こいつはかなり特殊な素材で作られていてな。現在では入手は不可能と言われるほど貴重なものなんだ。え、そんなに貴重なものだったんでやすか？元盗賊のせいなのか、宝金の目の色が変わる。ああ、正解は、雲の糸でした。雲を？ヤーナが椅子から転げ落ちる。ヤーナは虫が大の苦手だ。その中でも雲は一番苦手で、だから僕は今までそのことを黙っていたのに。それ、もしかしてエルロー大迷宮の雲糸か？話に食いついてきたのは、意外にもジスカンだった。そうだよ。よく知ってたね。ああ、冒険者の間じゃ、結構有名な話だからな。エルロー大迷宮の幻の雲、思い出したでやす。これがその雲糸でやしたか。へえ。結構有名だったんだ。え、何ですかその話。ヤーナがおっかなびっくりといった様子で聞く。ああ、俺もまだ小さい頃の話なんだが、エルロー大迷宮でとある冒険者パーティーがタラテクトという名前の雲型の魔物の巣を焼き払ったんだ。この魔物は普通に戦えば弱いんだが、ごく稀に巣を作ることがあってな。その巣がとにかく厄介で、見つけたら即座に焼くのが冒険者の暗黙の了解だったんだ。でだ、その焼き払った巣の奥から、大量の糸が発見されたんだ。驚いたことにそんじょそこらの魔法糸じゃ、全くかなわない非常に優れた魔力伝導性と物理耐久力を持ったすごい糸がな。持ち帰られた糸はとんでもない値段で取引され、糸を持ち帰った冒険者は一攫千金を得たってわけだ。冒険者の成功譚としちゃ結構有名な話だ。その後、タラテクトを捕獲するのが流行したそうでやすね。結局同じ糸を作り出せる個体は発見できず、幻の雲って呼ばれてるんでやすよ。へえ。母様が使ったのはその糸で間違いない。聞いた話では、目利きのいい大商人が OK の献上品として、真っ先にその冒険者から買い叩いたものだったらしい。なおもその話題で盛り上がる仲間たちをよそに、ハイリンスが念話を飛ばしてくる。ユリウス、今回の魔族の動き、どうにも妙だ。何が妙なんだ？敵は戦力を分散させて、人族領域に一気に攻め込んでくるようだ。だが、戦力を分散させる意味がわからない。何か思惑があると？ああ、一点集中の方がはるかにいいはずなのに、わざわざ戦力を分散させるんだ。何かあると思っておいた方がいい。その何かに心当たりは？さてな、さすがにそれは俺にもわからん。だが、油断はしない方が良さそうだ。わかった。ありがとう。僕はざわざわとした嫌な予感がした。まるで、いつの間にか巨大な罠にはまっていたかのような。けれど、勇者として、ここで逃げることは許されない。雲の糸で作られた首巻きを、僕はもう一度握りしめた。次回は、雲ですが、何か、神馬大戦1、神馬大戦2、高評価、チャンネル登録、お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。